始めた。また来ました。なんだっけ、神父城、神父城ある。あべ、リュック置いてちゃった。もういいや。でも前回来たくねえとか言っといて結局来ちゃいましたね。します。なんか人がいるっぽいのかな。ちょっと待って、なんか人がいるみたいな感じ。時刻か、何時だ今、2時半。とりあえず一発目の場合はちゃっちゃいかんね、ここは。おぉ、水色。いいね。風が水色。よし、じゃあ行きますか。お邪魔します。トヨさん安心するわ。人がいる。きつい。しんどい。
3月20日ぐらいか。次回と同じだもんね。ちょっと不思議だったとこ、これだよね。緑ちょっと見づらいけど、今回大丈夫そうだよね。前回は気持ち悪かったけど、移動します。じゃあね、何もなかったんだよ。一応今バケタンを自動サーチモードにしました。瞳の構え。これ行くと。データ書いてある。ちょっと行ってみようか。前回こっち来なかった。ああ、なるほど。トイレのとこに出るんだ。自動サーチモード中。マサオさんが言った人質人
人質を閉じ込めてたみたいな場所はあるのかな。人の声が聞こえる。最後に近づきますね。今日は行ける。あ、でもなんだよ、ここ来るとね、ほんとね、頭痛くなるわ。なんだろう、どうしてかな。あっち行くか。これが何なのか。お、水色いいね。いいよいいよ。安心してできるよ。なんで石積んだんだ。道になってないんだよね。じゃあ行けるな。あ、行けるのか。道なってんの。道か？道じゃねえな。来たとか。そういうことね。よし。あ、一番の問題エリアに入ります。ちょっとその前に絶景を見ます。素晴らしい景色です。ごめんなさいね、今日薪で行ってるんで。前回は40分ぐらいあったと思う。
晴らしい景色。あれが八ヶ岳。で、あっちの方角に野辺山って言って、日本一夜空が綺麗な場所。で、前に乗せた、あれ、天文台。あれが、こっちの方向にあります。こっちが八ヶ岳。桜もこっちの方向だな。でも近いんですよ。10分ぐらい。10分15分で着く。神代桜と神父城、あとはセットでお願いします。全然別物だけどね。観光した後の神殿はえぐいよ。穴にこれ穴開いてる。知らなかった。再びあんだけやだやだ言っちゃって、また来たよって言われちゃう。まあ体張ってるっていうことで。あれ、ロープがなくなってる。お邪魔します。あの、突然風強くなってきた。ここへ。なんでどうします。お邪魔しました。またどうかな。またどういうことになっちゃうか。またとは言わない。
城跡と城址は違うって。一緒か。どこにいるの？本丸が。どうする？これお邪魔します。ごめんなさい、あっちはダメだ、怖い。突然風が出てきた。しました。あります。ちょっと急ぎだったけど。大丈夫だったか。まあ一通りですけど、全部でもないけど、こっちも行けない。建物も怖くない。さっきもちょうどね入れ違いで帰っていっちゃったから、あの人たちがもうちょっと上にいてくれたか、もうちょっと見れたか。人がいるいないと全然違う。地元の人だもんな。さっきの人たち。その霊柩なんだ。お邪魔しました。車がなくなってる。バイクもない。ありますお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや今日活動時間長いな。もうずっと動いてるわけじゃないけど、もうお昼ご飯食べてねえな。
人いたし。帰ってきた。無事。よし、これで最後かな。いや、とりあえず切ります。ありがとうございました。